はい、どうもこんにちは、ピアソンです。今回ですけども、今ね、環境トップになりつつあるフライホイール効果っていうね、新人格なんですけども、あれがね、あまりにも強すぎるということで、もう早速、弱体化入ったらしいということで、まあどんな感じに入ったのか、見ていこうかなと思います。どうなんだろう、ちょっと試合行く前にね、どういう風に変わったのか見ていくんですけども、ここでも反映されてるってことだよね。いや、マジで強いからね、本当に。もう誰も割れ窓理論使ってないもんっていうぐらい、もうフライホイール効果が強いということで、さあ、これが、この特質を携帯すると、アクティブスキルフライホイール効果を使用することができるので、キャラの方向に 3.5 メートルダッシュに変わってる。俺5メートルダッシュって言ってたのに 3.5 メートルダッシュは言いにくいよっていうくらい、あ、なるほどね、距離制限が、短くなって 0.5秒から0.4秒間に、無敵時間も変わったと。あ、待って、しかもクールタイムも変わってるわ。クールタイムも100秒だったんだけど、1回使った後のクールタイムが120秒、20秒間のクールタイム増加となっております。こんだけ弱体化入ったんだ。まあめちゃくちゃ強いからね。もうみんなこれが強すぎるってずっと言ってても嘆いてたんで、もうまあそりゃそうだよな。まあめっちゃ強いもんな。でも十分でもこれでもまあ強いとは思うけど、まあそうだね、まあどんどんなんならちょっとチェイスの業もんならね、2回目も使えるし、休場された後に絶対使えるみたいな感じではあったから、まあでもどうだろう、結局ファーストチェイス終わった後最初に使っとけば2回目の救助の後に使えそうな気はするから、まあどうなのか分かんないけど、まあでも弱体化入ったということで、まあ、じゃあ実際に使ってみたらどんな感じか遊んでいこうかなと思います。さあ実際にどんなもんか遊んでみようかなと思います。で、まあ、サバイバーは教授で遊んでいこうかなと思います。で、教授も、今日木曜日なんでショップで買えるようになったと思います。ということで、まあどうだろうね、実際弱くなって、まあ多分ね、使用感俺そんな変わんないんじゃないかなとは思うんだよね。で、やっぱ一番変わった部分で言うんだったら、まあ、クールタイムが20秒伸びてるから、そこがまあ大まかな感じは変わるけど、実際にやっぱスキル使った感じというか強さは変わんないんじゃないかなとは思うけど、女王だうわー、女王だ。まあ女王もしっかり鏡をこのホイールで回避して、で、教授でやってきたけど、内側、オッケー、内側だったら、はいはい、入れ替わらせて、はいはい、かわす、はい、オッケー、はい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 、こんな感じでスッと避けちゃうと。あ、まあでも、やっぱ普通に使ってる感じ、そうだな、あんま変わんなさそうな感じするから、とりあえずワンホイールしといてワンホイールさあ、それは当たんないよ。まだ、あ、ここら辺で、オッケー、おー、いやいや、これ切りやった、よしよしよし。これさ、めっちゃ長いよね、この飛ばした後のやつ。思ってるよね。ああ、俺じゃないんだ。なるほど、大事。ああ、まあそれは仕方ないな。うん。まあ教授冬打ちにはちょっと弱いからな。まあとりあえずじゃあここで、俺はスキル両方使い切っちゃったんでね。まあここでおかしく回しますか。うん。まあそうだ、今みたいな感じで使っていくんだったら、で、今みたいな感じで使い始めて、今ようやくクールタイムが80秒くらいだから、まあファーチで2回は無理だろうな、この感じ。1回使ってさ、そっから、まあ、キャラクターにやれば全然いけるかもしれないんだけど、まあ、教授、まあ、今回の教授みたいなキャラクター、まあ、マジシャンでワンチャン、マジシャンも80秒は結構きつい。まず、ステッキ見つかるからいけるかも。あいつも化けまくってるから、マジシャン。っていう感じだから、まあ、結構キャラクターによってって感じにはなりそうな気がするけど、これ、あげよう、これ。はい。どうぞ、俺の皮使っていいよ。はい。どうぞ。あれ、あ、いらない？施しは受けないタイプの、あれか、冒険家か。いいね。さあ、こっち側、ああ、さすがに寄ってくるね。ただこのタイミングで復活する一応ね、サバイバーのこの周りにニュイーンって出てくるやつは簡単ですね、分かるから。あー、惜しい。もう一回来るか。はい。あー、ダメだった。恥ずかしたまあいいや。さあ、多分こっち側でそろそろ鏡が切れるから、はいはい、多分切れるでしょ。あー、オッケー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 、いいよ。で、こっち側で、はいはいはい、切れてしっかりとかわして、いや、でか、この鏡かわすのでかいな。しっかりさ、この本体に寄っていく動きして読み合いすれば全然鏡回避できちゃうからな。でも普通にこのホイール効果とこの教授とかの投資によって、やーばい、女王の番が俺はなくなるんじゃねえかなってちょっと思ってる。まあ、キーガンがマジで今強いからね、キーガン番に多分女王が結構変わるかなと思ってるんだけど、さあやばい。さあ、ただ一応かわして、いや、このタイミングで帰ってきました、ホイール効果。あー、でもここはね、しっかりと OK、 このね、通常攻撃系は全部このスキルで返していくと。さあさあさあ、残すとこはこのホイールを使ってなんとか回避していきたい。鏡がね、もうあと数秒で溜まるから、で使う、まあさすがに俺だよな、ここ。オッケー。いや、あ、でもなんか短い、やばい、短い。あ、回避できないわこれ。あ、やっぱこれ距離の弱体が結構あるかもしんないな。なんかそういう細かい板の近いところとかの通常攻撃の読み合いだったらいいかもしんないけど、ああいうスキルのあれだったらちょっと、あ、ごめん、巻き込んじゃうけど申し訳ない、許してくれ。ああいうなんか本当にスキルの読み合うとちょっとね、厳しいわ
あ、惜しい。今ふんってさ、構えて気合い入れてたよね。若干早すぎたか。あ、まあ、そうじゃないよな、俺じゃないよな。あ、でも使ってる。向こうの教授もホイール使ってるわ。まあそれで伸びてるけど、俺多いかこれ。暗号機守りだ。暗号機守りですこれ。あぶね、ナイス、上がったんでかいそれ。でラストが、まあ冒険家がどうだろう、結構その宝漁ってたから、それで一気に開けてくれるかもしんないけど、まあでもどうだろう。どうなのわかんねえ。さあ一応そっちが圧だけかけてるけど、これなんとか術師にさ渡してあげたいんだよな、この俺のあの皮。さあ向こう側ダウンする。どうしよう、これゲート前に置いとくのとさ、救助した時に、救助された後に拾ってもらえそうな場所、多分救助された後に拾ってもらえるように渡してあげるのが多分一番いいよな。こっちが寄っていて、あー死ねたい。それはやばすぎる。鏡使ったら乗り越えよう。鏡来い。使わないか。なるほど。さあこれで鬼没か。あ、鬼没だ。あ、でもオッケーオッケー、でかい。あー、これ使っちゃうか、通電もったいないけど。さあこれ、はい、あ、やばい、ため攻撃だ。いや、賢っ。これため攻撃だったらさ、2回今結構連打したんだけど間に合わんかったわ。え、それ賢い。ため攻撃で使わせて、でちょうど判定のタイミングぐらいで、まあ女王のため攻撃を流したけど、ちょうどタイミング良かったわ。それも使おう。あんなん使っちまうわ普通に。しかも2回目は結構シビアっぽかったけど、うまく2回目押せんかったな。さあとりあえずこれで術師ダウン取られて、これは結構まずかったりするな。5割か、まあ、いやどうだ、4割救助がいいなこれ。4割救助じゃないとちょっと女王相手だとね、引き分けになりがちなんで、4割救助挟んでもらって、ちょい伸ばし。まあ、スキル使いたくねえな、これ。ホイール使っちゃうか。まあ、でも、普通のバリアもあるから。ナイス。いい救助。いやー、使わないと無理かな。さすがに使わないときつそうか。はい、オッケー。まあまあ仕方ない。で、ここの、術師、ここに、はい、皮、はいで、ここに渡してると。で、あと多分これ、俺が治療がすれば、上がるはず。そうです。寸止めから、いけ、頼む、最初で、よし、オッケー。で、しかも、術師に強制的に皮を拾わせていく。で俺、でもこれがやばい。いや、もう勝つしかなくて、いけるか。いやー、嫌だなこれ。いや、今のも5メートルだったらもうちょい猶予あったかもしれんけど、いやー 3.5 か。いや、ちょっとこれは確実に弱体化の影響を感じましたね。やっぱクールタイムはなんかね、知らない間に上がってたんだけど、どちらかといえば距離の縮まりが結構でかいなってやった感じは感じましたね。結構この試合使えたね、この試合。1回、2回、3回、4回、多分4回か3回使ったんだけど、やっぱ距離の、弱体化が一番きついかな。さあ、向こう側大丈夫か。まあでもね、これ冒険家と術師がダブルで、俺の皮拾ってくれてるから、それでもうちょいチェイサー伸びるんじゃないか。あ、教授いた、教授いた。どうだ、これ。こっちは開いてんのかな、開けてる、まあ、すごい開けてんのか。あー、よしよし、助かる。まあ、向こう側も、うまいこと出れたらいいんだけど、一人は出れそうな気がする。あ、オッケーオッケー、86。まあ多分一応出れるとは思うけど、治療だけして。あー惜しい。惜しい、ダウンしちゃったか。じゃああれはどうだ、釣るか。いや釣らないか、多分あれで、多分通常伸びるね、通常伸びるだから鏡ありそう。いやあるよね、大丈夫か、多分鏡の内側に入って。あー無理か、これは。でも引き止めるか、あと残り35秒だから多分ね、なんとか行けば、救助とかはいけそうな気がする。術師とりあえず起こしに行こうか。どうだろうね、鏡使って今釣りに行って、どう釣り、あれは開きか、開きだな。いやこれ起こすの無理くさ、めちゃくちゃ無理くさい。けど一応こっち側竹取って、もう一人に行ってもらわないと無理だもんな。鏡使った、どこだ、あーただ急いで、急いで打ち合いが入って、オッケーオッケー、で入れ替わらせて、はいはい、で近づいていって、こい、オッケー。通電後はね、やっぱハンター焦りがちだからね。いや決まってるか、やっぱすげえこれ時間稼がれるな。で術師釣りか、オッケー、救助入ってる、オッケー、先に行くよ。まあこれはもう無理せず脱出でいいから、まあ、3逃げで勝ちなんだよね。真ん中辺釣りでおそらく逃げれるはず。よし、まあということで、まあ実際使ってみたんですけど、まあ全然ね、強いんだけど、まあ確かに前みたいなむちゃくちゃの強さはなくなったかなと、感じました。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。